はい、どうも皆さん、こんにちは。今回もね、ファーミンシメーター22やっていきたいと思います。そして今回はですね、この、まあ、マインタグがこのミキサーっていうのかな、ミキサーですが、まあ、結構なスピードで、減っていくんですけども、わらと干し草っていうのは、こういう感じでベールになってるんですよ。なので、このね、テレハンドラーで、まあ、ベールでポン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 いっていけばね、一つがだいたい1万リッターくらい詰め込んでありますのでね、すごい効率よく考えてるんですけど、サイレージだけはですね、このバンカーサイドに、こういう風にね、発光してありますので、このクラスのね、ホイールローダーで一回一回こうやってすくって、しかも8000リッターなんですね。で、このね、すごいバランスの悪い感じで、これ結構危ないんですよ。今結構ゆっくりやってるからいいんですけど、これね、やっぱ大変なんで、これ結構ね、早くこうやって動かしてするんですけど、これ横転しそうなの、ほら。まだ結構ね、バランスいいんで、あんま横転したことないんですけど、横転しそうでね、結構速度緩めながらやってるんですけど、こういう感じでね、開けてます。っていう作業はですね、まあ、ちょっとね、まあ、最初の方は良かったんですけど、ちょっとね、どんどん大変になってきてるわけですよ。で、バンカーサイドもね、一番奥のところになってしまってですね、大変です。ということで、これどうしよっかなと思った時に、あ、そういえばってことを思い出したんですよ。ここのね、ベルトシステムというものがあるんですが、この2つで確か組み合わせれば、ここに置いとけばね、ブーっとベルトを持っていって、トレーラーにね、積み込むことができるってことをね、思い出しました。まだファーミンシメーター22でやった記憶はないんですけどね、19で、やった記憶あるので、多分同じような仕組みだと思うんですが、はい、ちょっとこれやってみようと思います。で、まあ、色は赤でいいかな。よし、じゃあ確かね、この2つを合体させて、こっち側があの地面から拾って、こっちがさらにね、遠くに持っていくみたいな感じだったような気がするんですよ。これ間違ってたら無駄にですけども、はい、ちょっとやってみたいと思います。ということでね、はい、こちらの方に、まあ、見慣れない、あまりね、まだ見られていないメンツがね、いますけども、はい、まあ、前回買った JCB ですね、こちら。これ確かね、自走できるんですけど、5キロとかあった気するんですけどね、確か。お、来ましたね。これ、当時には、キャラクターの2台戻ってきました。はい。ということでね、ここからは、あ、ここで置いとけば、確か自走できるんで、じゃあこれをうまくつけていきます。乗れるよね。あ、よかった、乗れた。積み込む速度ってどんぐらいだったかな。あんま速くないような気がするけど。よし、あ、OK、 OK、 うまく稼働しましたね。そしてこれを展開するのはどうするんだ。これ自分で展開するパターンか。これで横に伸ばして、伸ばすだけ伸ばしておきますか。そしてこれ上げるのか。あれ、どうやって上げるんだこれ。思ったより上がんないぞ。ちょっとこれ難しそうだな。いたいたいた、行っちゃったけど、ちょっと待って。これからどうすんだ。行っちゃったけど、これ連結する必要ないんだけど、連結するイメージだったけど、でもベルトコンビアの位置はこれで合ってそうだな。あ、つながった。他に何か必要だっけか、ベルトシステム。え、すくい上げて、これはなんだ。こっちじゃないか説まで出てきたな。こっちじゃねえか。だってこれで作り上げてって感じじゃないもんね。ちょっとよくわかんないけど、あ、ベルトコンベア、ベルトからベルトへ資材を移動できます。おい、これあれじゃん、このコンベアベルトは。これはただただ移動するだけだな。まあいいんですけど、いいんですけど、ちょっとまだ機械が足りてないってことだな、じゃあ。で、多分ね、ちょっといろいろ、勉強不足だったな。多分これが必要なのか。多分これを購入すればいいんだな。で、多分これは、平面移動っていうか、なんだろう、距離を伸ばすためのやつだから。なるほどね。なんかこれをうまく使えば、直接、ミキサーにも入れそうな気するけどね。
はい、じゃあとりあえずショップの方に向かってね、先ほど購入したベルト取っていきたいと思います。よし、取ってきましたよ。 JCB 早い。おお、 JCB 早いですね。 OK、 これでうまくいけばいいけど。よし、じゃあエンジンかけてコンビを展開する。あ、なんだ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 、なんかタイヤが曲がるだけだった。で、コンベア同士をつなげたいから、どっちが、多分こうだろうな。ほら、来た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 。で、どうだ、上に上がんない。いやいや、なんか同じようなのだな、これ。なんだこれ、なんかよくわかんないな。これは何なんだ、じゃあ。つながったけど、これは何なんだ、じゃあ。いや、どう考えてもこれ上がると思うんだけどな。え、どうやんだろう、これ全然わかんないよ。一旦そこに落としちゃって、いやー、やばい、大変なことやってる。はい、ですね、今すごい荒れてるんですけど、ようやくできました。ちょっと、はい、ようやく、ですね、キーが重複しててですね、うまく作動しなかったみたいですね。やっと上がったよ、これ。実はですね、今結構時間かかりました。はい、これ出てこないん、多分上に上がるような感じだったんで、いろいろね、キー配置変えてみたりしたんですよ。浮いちゃうな、これ。今度下がらないと。あ、下がった、下がった、下がった。よし。ということでですね、多分この中間のやついらないですね、これ。これいらないっすわ。はい。なのでね、これちょっと、ここで売るともったいないですけど、もうここでね、売却してしまいます。ちょっとあっちまで持っていくのはもうめんどくさいんでね。はい。よし、じゃあちょっとこの荒れたやつをちょっとまずフォークリフトで片付けますか。いやいやいや、ほんと時間かかりましたね、これ。キーが重複してるなんてね。いや、なんとなく可能性あったけど、まずそもそもね、フロントローダー系のね、設定が多いんですよ、これ。クレーンなのかアタッチメントなのかフロントローダーなのかよくわかんないじゃないですか、これ。これを一つ一つ試したりしてね、なんとかやったんですけど、はい、なんとかねできました。よし、やっと稼働でさせられるぞ。そしたら、じゃあこれをくっつけようか。今くっつけられるか。これくっつかなかった、さっき言ったの間違えたな。あ、よかったよかった。そしたらこっちが引っ張れないかな。こっちも乗れなくなるんだ。そしたらこれは難しいぞ。よし、そしたら、どうなってんだこれ。 OK、 さっきのやっぱ中間のやついらなかったね。そしてこれをグーッと上げると。 OK、 ちょっと高すぎる気もするけど。そしてこっち側の電源を入れると、オッケー、やっと来た、やっと来ましたよ。これ大変だった、長かったな。一旦これ片付けますね。これに積み込んでいくというような感じですね。あー、やっとここまで来た。多分ここまで来れば何の問題もないでしょう。よし、来た。もうちょっと下げてもいいな。あ、まあたまんのは遅いけど、こうやってほっとければいい話ですからね。だってこれトラクターつけてなくても多分増えていくと思いますよね。あ、増えてって増えてってる。これ確か1回3万リッターぐらいなんで 3.5 回分ぐらい、ホイールローダーで 3.5 回分ぐらいのね、能力はありますので、だいぶいいですね。ちょっととりあえずたまんの待っとこうと思います。
あ、ちょっとここにねフロントローダーかなんか入れとけばいいんだろうな。うん、ちょっとこういうとこねフロントローダー、まあ、ステアスキなスキッドローダーでもいいけど、ちょっとせっかくならフロントローダーやりましょうか。ちょっと買います。はい、この久保田のやつはちょっとあそこに入るにはでかすぎるよな。どうしようね、こっちが電気でこっちがガソリンか。まあ安いんでこっちのガソリンの方にしましょうか。これとあとバケットだな。よし、じゃあこれつけます。よし、ちょっとこれでもでかいぐらいだ。いや心配だなこれ、落ちそうだな。しっかりこうやってよし超えられば大丈夫そうだ。でこの 29,500 リッターの、サイレージをここに持っていって OK。 いいですね。あ、いいですね、ちょうどいい感じ。そしたらまたあそこの下にねこのトレーラーだけでも置いとけばいいということですね。これはだいぶ楽だぞ、これはだいぶ楽だ。よし、あとはこれがうまく機能するからな。こういう狭いところに入っていって、あー、いいですね。でこういったとやつを、あれ、あ、座れてってのか。こういうね角のやつをこうやって、ね、取っていけばいいんじゃないかな。やっぱ角はどうしても残っちゃうかもしれないからね。あ、危ないな。あん、でもこれ当たってもベルトの方強いや。はい、ということでね、今回はこちらのね、新たな、まあ、ベルトシステムっていうのかな、確かベルトシステムっていう名前でしたけど、まあ、ベルトコンベア同士をね、こういった感じでつなげて、今までねホイールローダーと言っていたところを、こういった感じでね置いとけば勝手にサイレージが乗って、まあ、あとはねオーバーロードするだけというようなね、まあ時短かどうかわかんないですけどね、まあ僕としては結構楽なね、方向にしました。はい、こうすることでね、まあ、なんか作業やってる間にでも勝手にサイレージ溜まってきますので、日が変わったらねすぐオーバーロードすればいいので、だいぶ楽になったかなというふうに思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画、また配信でお会いしましょう。バイバイ。